次は右側だよ、あれだ。またゴーレムみたいなやつで、きっと待ってるんだ。あそこで一回、一瞬出てきたインフィニットとのバトルって必要だったの？どうなんでしょう。めっちゃいっぱいいる。ゴブリン。進化ゴブリン。ゴブリンと名前がついているが、とりあえず弱いみたいなところありますな。あ、しかもこの、カメレオンが、この、オートバトルの倍速モードの、目のギョロギョロ感とかやばいんだよ。早い。あ、大丈夫です。大丈夫。行け、どうせ。なんかさっきの洞窟って、はい、もうちょっと後で行くんじゃなかったの？洞窟？なんかこっちすげえ簡単じゃない？そう。さっきの洞窟がさ、ノーマルバトルも含めて比較的大変だった記憶が。ね、この後はやったんですかね。あ、いた、あいつ。ほんとや。あ、で、これだ。こっち。あ、いや、いた。はい、先に宝箱ですね。バッカスです。意外とこういうアイテムって使わないんだよね。わかりません、うん、さあ、こいつを倒しましょう。さっき HP が確か1万5000以上ありましたね。同じブリチャドでもらえたら、はい、おー、なんかたまにすげえ食らうよね。オートバトル、うん、これエッジが連発で食らわない限りは大丈夫です。よし、できるか、できることであればゴルベーザーを叩いてほしいんだけどね。極力ゴルベーザーを。なんでこの手を出して。5000、6000。あ、計算してるんですか。あとどれぐらいで死ぬかなみたいな。ゴルベーザーの HP、マジックポイントがどんどんなくなっていってますから。おいし。1万5000ぐらいですね。これちょっとエクスポーションを使うか、一回外出てテントかどっちかにした方がいいな。もうすぐだってイメージで、真ん中が開く。外出るのはもうすぐでしたね。すぐだからね。こっち行ってみてください。中あるのかな。宝箱、来てよかった。コテージ、うん、まあどっちでもいい。これオートだとね、ゴルベーザーがね、グリザが使えなくなる。もったいない思ってます。オートにさせてある。あ、オートアラー。あの、フェニックスの無駄に使うと。5万の時に4、5万使いました。もったいない。もったいない。もったいない、もったいない。おー、すげえ、どんどん強くなる。どうしようかな、一回戻るかな。おお、そこも船。さすが。マミートン先生のその金銭感覚ってのはとても大切だね。じゃあ一回船行こう。はい、でどうせイクリートだったらどうなのかな。黒魔法が強い時に挑むのがいいのかな。黒魔法強い時に挑むと結局イクリートも強くなるから。黒魔法を下げて、むしろ下げての方がいいよね。で、こっちはこっちでリカバリーロットでガンガン回復しながら。なんか、エッジが最近高ましいんだけど。ああ、レベルが上がってきて、レベルが上がってきた。で、ゴルベーザー全然レベル上がんない。さっきから。償い、償い。あ、フレアトルネード。これね、フレアトルネードがっつりかましたら、ゆっくりと回復になってきて。炎だから。炎だから。で、ちょっとここで、節約生活。はい、発はしない。ちゃんとあの月例調整ですね。月例調整です。そうです。おっしゃる通りです。お前たちはいつまで寝てるんだ。こっちはずっと。いい加減ちょっと。いい加減復活しろ。新月。新月はどういう時だ。白魔法がまだな。もう一回寝よう。なんかあの33時間の時もさ、いきなり宿屋で3連泊とかしてたもんね。すげーみたいな。待ってる待ってる。さあ、次が、あ、ちょうどこれでいこう、これでいこう。ちなみにあの野戦病院状態でさ、寝てる人たちはいいじゃないですか、はい、ただハルさんとかあの忍者4人衆とかめっちゃピンピンしてて元気なのに、なんで来ないんだ。なんで来ないんだ。枠が一つまだ空いてんのかね。え、一
てくれても全然いいよ。ハルさんはそういうのだったら、ギルバートがとお会いしてから私も加わりますみたいな、ね、言ってた。あ、ま、なんかゆとりなこと言ってた。甘い。あれもゴルベーザーでエッチの方が強くなってくる。あらら、ゴルベーザーの取り柄が HP となんか 壁役だけになってきたぞ。魔法とあ、魔法と。ほら、ほんとだー、エッチ強い。男になってた。おー、どん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 素晴らしいね。で、もうこれ一直線ですね、はい、さっきゴーレム2体倒しましたけど、イフリートいいのかな。あ、なんだ、セーブポイントか。まあ、もういいだろう、さっきセーブした。ありました、ただ人はいなかったんで突撃いたします。なんでお前らを、人いる、大丈夫なの、熱くない、若様、被害は女子供はすでに避難させている。ジープ逃げた方がいいんじゃない。お年寄り来るわ。なんでこいつは必要以上にさ、やつは俺が引き受ける。無理やって、一人で無理やって、じゃあ普通戦ったらええやんって感じするよ。他に手はねえ。最大脱出。いや、こいつらずっと待っとったやないか、ここで。何エッジの中でなんかイフリートと因縁でもあるの、うん、みたいな雰囲気します。昔、このエブラーナ城をイフリートがぶっ壊したとかなんかあるの。なんだろ、イフリート。いや、おー怖い。なんか顔が荒れてましたね、ドラゴンボール。いや、今、進撃の巨人のね、巨人がね、あ、80メートル級が空から襲ってきたからね。結構これ一人じゃ無理や、次死ぬじゃん。え、これ絶対死イベント、イベント、これイベントでしょ。何逃げなかったんだお前たち。うん、ここは俺に任せろって言ったじゃないかみたいな。はいはい、きっとそうですね。ここで友情の確認とかしちゃうんだよね。ここまで逃げられたか、リディア。いや、やっぱそういう関係なんですね、エッジとリディアは。さっきの。バンド技もあったし。そうなの？ブロックハート。なんだその哀れな実。あ、まさか。イフリート。エッジが覚醒するのか。いや、イフリートがこの、ライバルからの、あれじゃないですか。認め合ったライバルみたいな。エッジとイフリートが？わかんない。説明は。誰が来るの？誰？あれ？あれ？こいつは、あれ？あれ？こいつ、なんだっけ？ルビーカンテ、ルビーカンテ、そうそう、ルビーカンテ。なんで唐突にルビーカンテ？なんていうざまだ。あ、ごめん、今飛ばしちゃった。なんて言ったの？なんていうざまだ。なんていうざまだ。なんとかなんとか。なんとかなんとか。何？私も何？エッジ、全員来るんだ。うん。シャッ、来た。逃げろと言ったはずだ。そうはいかないんだ。へっ、バカ野郎。あ、しかもリディアしか戻ってきてる。おい、お前ら全員でゴルベーザスとルカはチクショー、あの二人ちょっと強い。じゃあリディアがリカバリーロット担当で、エッジが忍術使っちゃおうかな。忍術知ってた？知らない。スイトンの術。こいつ明らかに火属性だよね。うん、かっこいい。つなぎである。おお、97、激弱。すいません。すいません。すいませんでした。一応黒魔法を殺します。そんなぐらい、あ、待った、召喚しよっか。ああ、どれ使ったの？シバ。行け。で、君は戦っとけ。水遁の術の7倍与えたな。あ、だろ、あ、画面押しちゃったー。どうした、お前は牙を抜かれた獣か。この二人何かあったんだっけ、原作の時に。ルビカンテ私初めて見ました。忘れてて思い出せない。召喚獣も全然効かんな。これ普通に打撃や。
うおー、エッジ早いな。あ、ちょっとタイミング早かったリカバリーで。オートプレイで行ってしまえ。これオートプレイでやれそうだよね。お前の意思はその程度のもの。何？こいつはエッジの教育担当か何か。思い出せ、その身に刻まれた真の炎。どういうこと？中二でございます。はい。イベントバトル。何だった？そうか。爆風？大きな火を消すには爆風か目に。爆風。気づいちゃった？何か。それ回復するパターン。確かに。ああ。まあ、どうぞ。おお。この二人仲いいんだ。この2人できてます、ね、できてるんだ。さあ来い、行くよ。え、また2人で戦うの。じゃあとりあえずもバンド技でいくよ。そこまで煽られたら、うん、お、何もせず勝手にお前たち愛の火炎流。愛の火炎流。驚いたか、炎の使い方お前だけじゃない。あ、戻ってきた。あ、よかったよかった。忘れてない、ま、むしろ待ってた。むしろ君たちのこと。じゃあもう一回バントワザ行きましょうか。火炎竜でもレベル1だからな。レベル1のもの使われてもいい。で、これで黒魔法5使ったら絶対回復するんだけど。そうですね、使ってみる。これ回復したら嫌だな。さあ、行こうぜ、火炎竜2発目。この2人似合ってんの、うん、どうなる。1500。ふむ。タイガが1300。ふむ。ブリザガで行ってみましょう。で、エッジは一旦戦いに戻しましょう。で、ルカさんも戦いで、ブリザガで、このリカバリードと標準に戻しましょう。あら、強いやつ死ぬな。あー、リビア死んだ。リビアリザガで見てて、はい、3200です。結局一番、結局それか。結局ブリザガかこれやばいかな、リカも死ぬかな。ゴルベーザ、あー、うん、一回自分回復しよう。自分回復、フェニオ、違う、リビア。で、ゴルベーザにも一旦回復回ってもらおうか。ゴルベーザ。あ、いいね。ゴルベーザ。で、ここまででいいかな。次のターンで、どうしようかな。いや、いっとこう。ハイポーションをもう一旦リビアにかましつつの、死ぬな。死んだ。一撃で死んじゃいますね。後半まで行かないとダメなんだよな。じゃあリリアの復活はエッジとルカに任せて、ゴルベーザはあれで行きます。ブリザーがで、エッジは回復をもう一回行こう。よしよし、いいぞいいぞ。これでビーザがアイテムリカバリーロット戻れるかな。これでリズム、SP が安定した。大丈夫かな、いっちゃっていいかな。はい、地獄の火炎、これが強いんだな。おお、これでもうやばいのリディアだけだから、エッジでリディアにちょっとアイテム使っとこうか。よし、セーフ。いや、安定ブリザーか。リカバリーロッド、よし。戦う。で、これも戦っちゃおう。
そろそろでも立てるよね、終わりそうだよね。まだ強いな、強いっす。お、地獄の灰が来た時だけだね、イレギュラーな感じになるのは。打撃が来てるうちは、お、かなりの高水準。どんどんブリザが、どんどんブリザがですね。ちょっとオートプレイ押してしまいたくなる衝動に。まだ。いや、結構いってるぞ、結構いってるぞ。今もブリザが4、5回かましてる。もう一発ブリザがだな。あ、そっか、3000しか与えてない理由が今あれだからな、あの黒魔法が弱くなってる時期だから。なるほど。このタイミング、地獄の火炎のタイミングだけでリディアを優先的にハイポーション。来た、あ、来た。お、目覚めた。これでね、もうさらっとパー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 だよ。思い出も、あー、戻った。思い出もそうもない。一瞬にして。これ、幻獣、全員戻ったんじゃない？そうですね。これで全員、イフリート、タイタン、シバ、ラム。ラム。全く無茶よ、一人で。うん、本当ですよ。この二人は、うん、一人じゃないさ。あ、ブロックハート。ブロックハートしちゃった。ブロックハートしちゃったらな。うん、悔しいけどな、ルフィカンテ。ルフィカンテに心の中で喋ってる。なんかあったのかな。あ、ルフィカンテ入ったんですか。あ、このシーン。進展、進展あり、王の間。さすがは我が息子を見上げた心の。これ明らかにもうなんか親父じゃ、セシルじゃないもん。うん、あ、ローザダメだ、言った。あ、ごめん、もうシドいる。全員集合したんだ。いるいるいますね。あー、ダメだ。あ、おおおおおお。全員バーサスセシル。ジャンプ。戦う黒白魔法をケアルラ、ケアルラまで必要ないモノリ、どうしようかな。一旦スローかけようか、セシルに。でこいつは歌っとこう。戦う。おー、いいね、いいの歌った、いいの歌った。防御力上がる。歌がランダム、ランダム、まあ悪い歌は流れないだろうみたいな。いいね、はい、これセシル分悪いぞ。ですね。うん。それにしても弱いな、こいつら。ああ、はい。どんぐらい与えた？あれ980。あお。歌わせとこう。ギルバート編はちょうど私見てないし。おお。回復してるね、今。うん、そしたら戦っちゃおう。もう一回ジャンプ。本当だ、攻撃力弱いね。ああああ、強い。そしてお前なんちゅうことしてくれるんや。奥さんやね、奥さんやね、奥さん。700ぐらい食らいました、ね、しかも奥さんばっかり集中攻撃して、なんてことしてくれる。なんてこと。お前フェニオだぞ。 DVDV DV です、そうです、 DV です。ダメ絶対、ダメダメ絶対ですよ。大変なことですよ、 DV なんて。ああ、歌うの。あの、あの素早さの歌って書いてあったから、このスピード上がりますね。いい話ですね。ギルバート。おお、いいな、ジャンプいいな。よし、ローダ以外でいけ。ギルバート56です。結構 HP が。うん、やばいね。でもギルバートには歌わせる。あ、回復弱い。ちょっと回復弱い。回復弱い。ローザかギルバートどうしようかな。これどれぐらい回復するの見てからしよう。ローザー。祝福の歌、ゴミみたいな回復力。30ずつ。さっきまでのリカバリーロットとの差が激しい。リディアの。本気か。いや。全然本気じゃないです。弱すぎる。レベル上げが必要です。お、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 これはオーディン。オーディン。オーディン。やばい、これ地球ぶっ壊して、乗りや。どこから。こっちはやっぱり向こう側や。あれ、セシルが呼び出したの。はい、だってまだこっち側に呼び戻してないですよね。ここで戻るんだ。ああ、さらに
さっきより危機的状況になってるんだ。奥進んだ方がいいのかな。ここもう出るんじゃないか。もう出るだけ。もう今のところ向かうんじゃないですか。火も消えたし。おー、召喚獣も全部取り戻した。ことはバロン城に行くともしかしたら消えている。あの、いや、もやは消えてるのかな。入れるようになってるかもしれない。行くか、バロン城へ行くか。行きましょう。ただこの野戦病院状態は回復してるのかな。とりあえず行く。あれ、バロン城に着いた途端もう大丈夫よ私たちもみたいな現金なパターン。バロン城ってどれだっけ。真ん中の大陸だっけ。これかな。これだ。入れるのか。さあどうなんでしょう。ただ一回野戦病院で寝ますけど、ね、寝ましょう。出発しません。まだみんな、まだみんなダメだ、ボロボロ。満月。パーティーで何人まで入れる。5人まで。あと1人入れる、うん、攻撃がダウン、黒魔法アップ、うん、まあ悪くないだろう。結局ゴルベーザダウンのみのところは結構あるからね。そうですね。コロボが使えるようになったら、コロボじゃない、パロボか、パロボが使えるようになったら、だいぶ強いよ、あいつだいぶ強いよ。天才ですもんね、性格悪い。おっと兄ちゃん、入るところまで、はい、入るところまで行きますか。ちょっと気になる。じゃあちょっと、はい、行ってみようか。セーブしたよね。よし、セーブしたっけ。寝る前にしました。よし、じゃあ入るところまで行くか。どうなる、どうなる。まだダメっぽい。ダメ。他の手立てをされます。まだ行ってないところがあるんだ。今日はここまで。はい、また続きをお待ちください。